せーの。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。ネットでポチりたいです。今日はまだ少し暑いんで、半袖着てますけど、季節がだんだん、こう、秋に変わっていって、しーちゃんの毛も抜け変わって、私も秋冬のニットをポチりまして、初めてポチったブランドで、日本のブランド、ナヤットというニット専門のブランドのニットをポチりました。ナヤット、もう有名なんでご存知の方は多いと思うんですけど、逆に私あんまり知らないんで間違ってたら言ってほしいんですけど、幼児山本の、ニットの担当だった方が独立されて始めたブランド。ホームページを見るとね、素材っていうかもう糸にこだわってるっていうか、糸の解説が結構熱くて、糸から発想してニット作ってんのかなっていう感じの、ブランド。そんなにこだわってるニットだったら一回着てみたいなと思って気にはなってたんだけど、なかなかねポチる機会がなかったっていうのは、受注生産かつ各アイテムワンサイズだけというですね、かなり変わった生産システムをやられてるみたいで、今から欲しいなと思っても今期の秋冬のオーダーは今年の1月にもう終わってるという。で、じゃあまあタイミングが合う時でいいかなんて思ってたら、たまたま伊勢丹新宿で受注会をやると、期間限定のお店を出すっていうことを聞きまして、でしかもそのブランド初めてのカシミヤのニットを作るっていうことで、あ、こいつはいいやと思って、新宿まで行けないんで、仙台に住んでるからオンラインでポチりました。3タイプ出てて、クルーネックとタートルネックとジップ付きのちょっとブルゾンタイプのもの、すべてカシミヤ。私はね、クルーネックにしました。脇のスリットとかが可愛いなとか思ったので、なんかね、伊勢丹でやってるそのお店自体は9月7日で終了なんだけど、9月14日までオンラインではポチれるみたいなので、興味のある方は覗いてみてくださいって言っても、私の手元に届くのは12月の下旬らしいので、まあ、自分にクリスマスプレゼントを買ったつもりで楽しみに待ちたいと思います。ってことで、終わりかと思いきやじゃなくって、こっからが本番なんですけど、実はそのニットをオーダーしたついでっていうわけではないんですけど、ナヤットのホームページで今回ポチってもうすでに届いたものがあって、何かというと、マスクなんですね。このマスクは受注生産ではなくて、今すぐポチれるんですね、公式のホームページから。秋冬に向けて、マスクで守備力を高めたいと思ってた時期なので、なぜこれにしたかっていう理由も加えてちょっと説明したいと思います。はい、というわけで、ここで若干時を戻しまして、ポチったマスクが家に届いた日、喜んで開封してビヨーンビヨーン。さすがはニットブランド、伸ばし心地は抜群です。マスクの下に何やらポケットみたいな穴が開いているのも気になりつつ、早く使ってみたいところですが、なんか取説みたいなのが入ってたので読んでみます。ほうほう、とりあえず素材はこんな感じで、事前にやることがあるそうなのでやっていきます。まずは40度以下の水を用意。40度以下ってことはキンキンに冷えた状態でもいいんですかって天の弱な気持ちを抑えつつ、だいたい40度ぐらいのぬるめなお湯を用意。これで洗剤を溶いて10分間マスクを浸し、水道水で十分にすすいだら、あとは自然乾燥、ひたすら自然乾燥んで、これが自然乾燥させたマスクでね、まあこれアマゾンでポチった不織布のフィルターシート、もう不織布がマストだっていう風に皆さんおっしゃるので、さっきも見たけど、ここに穴が開いてて、ポケットっていうか中にシートを入れれるようになってるんですね。こっちのフィルターがでかくてマスクに収まるのかと、入れてやると、まあこのマスクがね、中が立体的になってるんで、まあそれなりに面積は使ってですね、結構なジャストサイズ。じゃあこれが、不織布フィルターが入ってるやつで、入ってないやつとちょっと付け比べをしてみたいと思います。まずじゃあ入ってないやつから。ここにね、空間が空いてるので、そんな苦しい感じはしない、割と快適です。不織布フィルターがバッチリ入ったやつ、もうすでに変化がお分かりになりますでしょうか。メガネ曇るでしょ。さっきまでこう逃げてたやつがこっちから来ているから、さっきみたいにスー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 ってわけにはいかないですね。ただその分守られてるのは間違いない気がする。ここにでもね、やはり隙
隙間があるので息苦しいっていうほどではない。ただこれで走り回ったりとかしたらやっぱりゼーゼーはするかもしれないですね。これから寒くなってくる、肌寒くなってくると余計目がね曇ってくる季節なんですよ。あったかい息が入ってって、そんな時に私が使っているのはこれ、もう皆さんなんかね有名みたいなんで言うまでもないと思うんですけど、このアンチフォグというやつね。こんな感じでちょっとずつティッシュでやっちゃいますけど、ぬりぬり、一応表もぬりぬり。これがですね、ほら曇らない。夫婦やったらこのカメラのレンズの方がちょっと曇ってきた。 100% 効果あるとは言いませんけど、かなりそれで助かりますよ。まあ Amazon とかでも買えるし、500円ぐらいで買えるんじゃない。まあ、メガネが曇る人にはもうおなじみかもしれませんけど、改めておすすめします。でその話は置いといて、マスクの話ですね。サイズ感は私でジャストぐらいかな。そんな小顔でもない私の顔でジャストで、ナヤットさんのニットと同じで、これワンサイズ展開みたいなので、でしかもねサイズの調整は特にやるところがないんでね、まあ、男性で、まあ、私ぐらい、もしくはもうちょっと小顔の方でも大丈夫かなとは思うんですけど、感染対策は、まあ、もちろんね一番大事なんだけれども、その日着る服に合わせてね、じゃあだったらこの色のマスクにしようみたいに、まあ、選べるっていう、やっぱ選択肢があるって嬉しいじゃんっていうふうに思っております。ってことでしーちゃん、これつけてお散歩行くよ。ヒーリー